ほんまに、あれが大阪のトップアイドルかいな。ファンはあの子らの一体どこがええねん。はるか、事務所命令やで。絶対あの子らだけには負けたらあかん。プリンセスリーグで大恥かかしたり。大恥だなんてそんな。でも分かりました、勝ちます、絶対に。せや、そうこな、社長や堀江君に合わせる顔がない。さ、ほんなら始めよ。今日の衣装に着替えて、気合い入れてや。うん、ええわ、ごつかいらしいわ。そんな風に言われると照れます。そうか、ほならあとは本番あるのみやな。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。なあ、はるか。はい。この部屋出たらもう後戻りはできんよ。分かってます、一度きりの本番ですから。そういうことちゃうの。なんていうか、こう、もう普通の女の子には戻れんっていうか。え？ええか、はるか、よう聞いて。あんたはここで勝とうが負けようが、もう普通の高校生活は送れんようなる。勝てばメジャーデビュー、家におっても学校おっても人の注目の中生きていかなあかんようになってまう。逆に負けたら負けたで恥さらしや。周囲が同情してくれるうちはまだええけど、それがそのうち蔑みの目に変わることもある。芸能界っちゅう世界は結局勝っても負けても地獄っちゅうこっちゃ。天国を味わえるんは一瞬しかない。それでもあった、夢目指して頑張れるか。けどもしあんたのほんまの夢が別にあるんやったら、ここが最後の選択になる。どないする？はるか、あんたほんまにファイナルラウンドの舞台に立つ勇気あるか？はい、覚悟は決まってます。どんな辛いことが待っていたとしても、やらないで後悔するのだけは嫌ですから。今はもうパク社長の夢は私の夢なんです。わかった、そうと決まれば、はるか、このファイナルラウンド絶対に勝って帰ってくるんやで。はい。